はい。長野市議会議員小泉和馬からのお知らせです。なんと、定例ですね。もう5月14日、議会報告会、またやらせていただきます。午後2時から2時間ぐらいの予定、市役所第2庁舎、10回行動。あのね、託児もね、ありますからね、詳しくは議会事務局にお尋ねください。 待ってますどうかおいでくださーいに、